はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、10万円山分けプリンで最低100円もらえるキャンペーン開始ということで、今回はお伝えしていこうと思います。はい、ということで早速お伝えしていこうと思うんですけども、そもそもこのプリンというのは何なのかというと、簡単に言うと新しい形のお金のコミュニケーションアプリというものになっております。で、まあ、こちらの画像ですね、相手にスマホでメッセージを送るような感覚で簡単にお金のやり取りができる送金アプリです。お金で、お店でお会計する時の QR コード決済や友達との割り勘や集金、あらゆるシーンでの個人間送金がさっと便利にスマホで完結ということですね。まだちょっと僕の動画では紹介してなかったんですけども、まあまあ簡単に言うと、まあ、送金が簡単にはできるようなアプリのイメージが強いですね。こちらまず今回の、まあ、お題の通りのキャンペーンの概要なんですけども、まずこの期間中にこのプリンっていうアプリで送金をすると、送金をしたユーザー全員で10万円を山分けにしてプリンよりプレゼントされるということですね。なお山分けの金額っていうのが100円を下回った場合は最低保証として100円が必ずもらえるというものになっております。応募期間は2019年の5月の15日水曜日から2019年の5月の28日火曜日となっております。まあ、今回のキャンペーンのエントリー方法なんですけども、まずはプリンのアプリをダウンロードして銀行口座を登録、または郵送で本人様確認を行うというものですね。あとはアプリのトップから画面からお金を送るを選択して、まだその繋がっていないっていう方がいらっしゃれば、そのプラスのマークを押して、まあ、プリンの ID または電話番号で繋がりを追加、そしてやり取りの画面の右下のお金を送るっていうところをタップして金額を入力、これでメッセージなどを添えて、まあ、完了ということですね。まあ、やることは、まあ、銀行口座の登録をして、あとはもうお金を登録だ、送るだけということですね。まあ、手順はめちゃめちゃ簡単ですね。あと補足なんですけども、まあ、そのやり取りしたお金はいつでも、まあ、銀行口座に戻したりであったりとか、まあ、全国に2万5000以上ある、まあ、セブン銀行の ATM とかで現金として引き出すこともできるので、まあ、かなり、まあ、使い勝手はいいのではないのかなと思いますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はプリンで10万円の山分けのキャンペーンが始まるということでお伝えをさせていただきました。まあ、今回ですね、まあ、かなり短めではあったんですけども、まだまだちょっと補足などがあれば下にリンクも貼ってますんで、まあ、プリンの公式のページなどを見て確認していただければと思います。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとはツイッターもしますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。